2023明治安田生命 J1 リーマネーフォワードで朝倉市応援でアビスパスオーガー対浦和レッズ特で両チームのスタッフメンバー並びに審判をご紹介します。この試合は主審清水隼人、副審堀越正弘、岩田博之、内野の審判員津野陽平、VAR 山本雄大、アシスタント VAR 松井健人、印象審判によって行われます。まずは白のユニフォーム浦和レッズのスターティングラインナップです。背番号1ゴールキーパー石川周作です。背番号15ディフェンダー秋元隆弘、背番号28ディフェンダーアレクサンダー翔です。背番号5ディフェンダーマリウス・ホイブラーテン、背番号26ディフェンダー荻原拓也、背番号3ディフェンダー伊藤敦樹、背番号19ミッドフィルダー岩尾健、背番号21ミッドフィルダー大久保智明、背番号25ミッドフィルダー安井海人、背番号14ミッドフィルダー関根貴人、背番号30フォワード大脇晋三。続いてリザーブの選手です。背番号12ゴールキーパー鈴木彩洋、背番号4ディフェンダー今並拓也、背番号6ディフェンダー馬渡和明、背番号35ミッドフィルダー早川純平、背番号40ミッドフィルダー平野雄一、背番号19フォワードホセカンテ、背番号17フォワードアレックスシャル、そして監督はマチェイ・スコジャ。